皆さん、こんばんは。マーティン、ダンの脈ボーイ、キングタカです。今日は国立公園の魅力をお話しします。いろいろ日本全国でもありますね。山形もありますね、はい。まあ、自然を楽しむような公園でございまして、自然を楽しむための施設を整え、自然環境を守り続ける。これ、ゴミ清掃活動ももちろん、動物いろいろ絶滅してしまう恐れがあるので、いろいろ自然を守りましょう、はい。まあ、生まれた場所、まあ、アメリカで誕生したそうです。それ、イエローストーンナショナルズをナショナルパークをきっかけにです。はい。それがいよいよ自然観光地になってます。日本で初めての国立公園は、瀬戸内海とか雲仙、霧島の3カ所。まあ、あとは阿寒、日光、大雪山、いろいろですね。はい。まあ何があるかというと、普通の地域あって、ビジターセンター。あとはまあ保有道とか、遊覧船。あとはキャンプ場、登山道、山小屋、展望台、いろいろありますね。はい。まあ、干潟や珊瑚礁もありますし、動植物を守る、外来種の駆除、豊かな植生を守る、いろいろな公園でございます。まあ、人たちとしては、レンジャー、アクティブレンジャー、NPO 法人や自然保護団体、クリーンワーカー、パークボランティア、自然公園指導員が働いています。活動、ボランティア活動も行ってますね。はい。というわけで、国立公園と国定公園全然違います。はい。国立公園の魅力についてお話しました。バイバイ。